僕は最大の条件だと思っていることっていうのがあってこれちょっと極論なんですけど大体ねうまくいくパターンってね継ぐ方のお子さんや娘さんがもともとね家業継ぐ気がないパターンな、うんです。<ー>なんでかっていうとあのこれは僕よく申し上げてるんですがあの 僕は経学者なので,、はい、で特によく今だと日本でそのイノベーションが大事だってまさにご関心があることをよく申し上げてるんですけどイノベーションの根本原理ってもう分かっててある意味で経学ではそれはまあ僕よく猟奇の経って申し上げてるんですけど特に重要なのは知の探索ってやつなんですねつまり新しいアイデアとか創造性っていうのは常に既存地と既存地の組み合わせで生まれるんですよねゼロから何も生み出せないんでところが既存地と既存地の組み合わせで生まれるんだけど人間ってもともとこう認知的に限界があるじゃないですか これ認知科学的な問題ですけど認知に限界あるから視野ってどうしても狭いんですよ目の前のものしか組み合わせないんですよ人間って所詮なんで大体その事業承継に悩んでる会社って歴史じゃないんで何十年もずっと同じ業界にいらっしゃって同じ場所にいたらずっと目の前の地と地の組み合わせやってるわけですよ目の前でだからそういうところからもう絶対もうイノベーションの組み合わせつきちゃってるんで起きないからイノベーションが絶対に自分から離れた遠くの幅広いものをいっぱい見ないといけないんですねそれを僕は僕よく「地の探索」って言ってて まあ海外の計画でも普通にそう言われてるのエクスプライーションというんですけどただこの知能探索って言うのは簡単なんですけど学者がやるの大変なんですよ遠くのものをいっぱい見てなんで大手企業とかだとだんだんそれが無駄に見えて知能探索をやらなくなるんですよそうすると一瞬効率化だって言って良さそうなんだけど長い目で見るとイノベーションが起きなくなるから結局自利品になっているのがほとんど日本の今大手企業なんですねなんでやっぱり知能探索重要で そうかけると事業承継の時に息子さんや娘さんがそもそも家業継ぐ気がなかったらどうするかっていうと当然全然関係ないことやるこれって勝手に地の探索やってるわけですまさに三和カンパニーの山根君はもともと継ぐ気がなかったから伊藤忠に入ってでも本当に伊藤忠バリバリさんって結構現場に権限持たせてくれる大手総合商社の中ではすごいいい会社なんで彼は最初からもう決済権持ってもう世界中駆け回ってたんですよでそのでまさにそこで地の探索やって 三ツ星ケイトっていう会社があってこれ岐阜羽島にあってここも事業承継で成功した会社なんですけどあそこに岩田くんっていうのはもともと三菱商事にいてその後ボストンコンサルティンググループにいたんですねでやっぱりそれで地の探索やって帰ってきてる大坪くんも彼はもともと彼すごい優秀で東大行ったんですけどでもって、えっと、プライベートエクイティみたいなのをやったりとか 3D プリンターのビジネスとかやってるわけですよ全然関係ないことやっててで帰ってくるわけですねでほとんどみんな継ぐ気ないんですよ、うん で何かのタイミングでもう本当に会社が潰れそうだとかお父さんに頼むから帰ってくれとかそれからお父さんがお病気になられたとかそういうのでたまたま帰ってくるんですね、うん、その時に戻る人っていうのはですねどんな人なんですかねあのですねそれいいご質問なんですけどほとんど戻りますあそうですかあの家業なんで、うん、やっぱりね背負ってるものが僕たちとかとかは違うんですよね、うん、やっぱりあのもう例えば昨日の西松屋のね、うん ョ本さんもそうでしたけど、うんまあ、まあ別に今の時代も男装女比だから女性が継いでもいいんですけど、うん、やっぱり今まだ日本だと男の子が継いだ方がいいみたいな感覚があってやっぱり自分が長男だったりするとどっかにあるんですよむしろそれに反発して出てるようなところもあるんで、うん、だからご両親とかに「頼むから帰ってきてくれ」って言われると悩むけどいやでも俺はそれでもベンチャーがいいから鍵を潰してくれ。 潰しちゃえよよっていいいう子供はそんんななにいないんですよねとにかく別にいいんですよ。つぐ気があってもいいんだけど、うん、あ人間ってロ− 1じゃないから、うん、どっか頭の中にあるんですよきっと。だって、ねうん、お父さんとお母さんがちっちゃい頃一生懸命働いてるわけですから、うん、資金繰りとかも苦しい中頑張って働いてるのを見てるから、うん、助けてあげたいなって気持ちもどっかにあってだけど、うん、こんなことは俺もやりたくねえなみたいな感じでベンチャー行ったりとか大手企業行ったりするわけですよね。うん 人間ってそういういいもんじゃないですかだからこの辺が人間のドラマなんですよね、うん、スパッと行かないで親に声かけられたら戻ってくるとで一番良くないパターンがその逆のパターンなんですよ、うん、子供が継ぐ気満々で、うん、で一番良くないのが継ぐ気満々は決して悪いとは言わないんですけど、うん、親も継がせる気満々で結果として死の探索をやらないまま継がせるパターンなんであの僕はあのよく言ってるあの事業処刑の話よく申し上げるんですけど あの一番やっちゃいけないことは、まさにおっしゃった通りで。取引先にお子さんを修行に行かせることです、うん、って言うのはもう散々言ってます。うん、なんでかというと、取引先でも大体太い客だから。ね、関係性はある分かってるんで。うん、もう地の探索にする余地ないわけですよ。うん、だから、あのご両親はね、良かれと思って、取引先に顔を売っときな、ね、よみたいなぐらいの感じでやってるんだと思うんですけど。何一つ遠くの知見は得られないので。うん あの,の進化しかやらないわけですよね,そう,すねそういうパターンは、ね、ほとんどうまくいかない例えば取引先って多くの日本の中小企業は、まあ、はっきり言うと言い方を申し上げたとか申し上げで例えば制度受けだと下請けの会社が多いわけですよね、うんうん、でも下請けのままでいると例えばそのお客さんの大手企業さんで働いてもあの同じことしかやらないじゃないですか、うん、でもしかしたらそのお客さんの会社がこれからの時代潰れるわけでただもうその事業なくなっちゃいますからイコール潰れちゃうわけですから だからそれよりはもっと全然関係ない遠くのところに行っていろんな可能性を見てきてそれで新しい地と地の新しい組み合わせをやって新しい事業とかを始めていく、うん、そういうことがものすごい重要なんですね。